끝났어. テーブルもあります。テーブルもね、ここにビール入れるんですね。うわーすごい。シーズン中なの絶対入れないもんね、こんなところ。日本なら入るけどな。目が通しまし、試合進行の妨げとなる応援などはおやめください。触っちゃった。まあ、バックこれが、まあ、憧れの帽子の仕事で、この辺からグリーンシュートかな。シートでもクッションあります。クッション、まだあるでしょ。入り禁止だから、ほら工事してます。あーすごいすごい、あーすごいな。あ、なるほど。このグリーンシートのこのちょうど後ろあたりまでクッションがあるんですね。クッションがね。でこっちだったら同じクリーンシートですけど、クッションはありません。ありませんが、こうへこみがあるから、あ、でも十分座り心地はいいですね。テーブルもあるでしょ。テーブルもね、はい、背もたれあります。はい、年間グリーンシート。車席の後ろ、あ、ここも購入可能な席がございます。はい、このような値段ですね。39万円。あ、無理やな俺。
この緑色、ここやったら34万円で、上やったら39万円あの辺やったら39万円で、この辺やったら34万円さあ、皆さんいかがでしょうか。行ってみようか、お手出し。これ39万円、これ39万円1番から216 39万円エリア、よし。いやー素晴らしい39万円39万円、34万円のエリア行ってみようか。これが39万円ね。ほらもうバッチリじゃないですか。バッチリ。確か僕ここでいた時にヨウカワがホームラン打ったん違うかな。これ実はね、ここ吹き抜けになってるんですよね。これ実は風が通るんですよ。これ実はほらなんか阪神高速、あ、ここが阪神高速ね。あ、全然いいやんね。すごいな、最高やな。やっぱり甲子園スタンプラリーは明日。はい、30個から、はい、あ、これ、ね、値段の差、はい、こっちが39万円、こっちが39万円で、こっちが34万円、はい、こっからこっちが39万円、で、こっからこっちが34万円になります、はい、このやつはここいいよね、ここ。この差で5万円違うからね。ここが39万円ね。ここが39万円で、ここが34万円ね。はい。この通路が境目ですね。5万円の差です、5万円。それをでかいと感じるか、大きい、ちっちゃいと感じるか。
がブリーズシート、ブリーズ、の前が SMBC、チリキッシはい、近い。あ、めっちゃ近い。あ、近い。すごいすごいすごい。わあ、すごい。あ、すごいやん。見える見える。38万、ここまでが38万ね。はい、こ、はい、じゃあこの境目、はい、これ32万、はい、あ、はい、もう7番はもう売り切れだそうです。あ、 SMBC ね、料金表、これこんな感じです。すごいな、これ。これ、この景色が38万円で、この景色が32万円この通路がこの差ですね、はい、いいですか、はい、ここまでが38万円、はい、でここが32万円、はい、せっかくなので上の方も行ってみましょうか。三ツ矢サイダーボックス席行ってみましょうか。ツヤサイダーボックス席、あ、これ22万円、22万円、はい、全然、こっちが25万円、あ、そう、じゃあ行きますよ、はい、はい、これが25万、これ25万円、25万円 でこの通路を挟んであっちが22万円か。
はい、ここが22万円。22万円って安いね。高くないよね、年間やもんね。これ巨人戦も見れるのかな、土日も見れるのかな。いやまあまあ安くはないですけどね、安くはないけど価値はあるよね。はい、これも22万円ね。おお、全体が見渡ってる、すごい。はい、これ25万。はい、これ25万円のエリア。ちょっとこの席はちょっとまずいな。これはちょっと見にくいな、これこれはちょっときついな。はい、三ツ矢サイダーボックス。あ、これいいじゃん。ほら、三ツ矢サイダーボックス、ほら、靴を脱いで。はい、ただちょっとこの柱がね気になるけれど、あそこにあのモニターがあるっていうことですね。あ、なんか疲れるな、運動不足やな。よいしょ。これ32万円のエリアね。はい、そしてこれ22万円のエリア。あ、22万円のエリアでも全然いいよね。ほら、全然見やすいもんね。から25万円。 あ、前の席ね、まあ、下になるとやっぱ高いかな。でこっち上に行くとなんぼなんか22万。あれ、もうなんかわからんわからんよし、じゃあ次アルプス席行ってみようかな。アルプス席、この辺だったらまた25万。ああ、そっか。でもほら見やすいもん、全然。っていうかもうどこの席でもいいんですけどね、野球はどこの席でも面白いっすわ。はい、でここまでがね、あれっすよ、この背もたれがあって、まあ、クッションはないけどちょっとほらへこみもあって、まだ広いです。ほんであのカップホルダーもあります。テーブルがあるのはあの前の SMBC とあのクリーンシートと東芝で、こっからいわゆる僕の席というか、僕がよく座る席。はい、アルプスです。アルプスはこれ年間指定がないんですね。あ、ほら、わ、いつもの席。あ、でも全然悪くないよね、全然悪くない。でも全然悪くないよな。よし、ほらアルプスって結構でもいいよね、なんかあの近すぎず遠すぎずあの球の弾道もよくわかるし、この辺はでもあれですよね、あのチリ禁止。え、ほな、どっからガイア行くんかな。あ、なるほど。よし、はい、この辺もあれ、チリ禁止。あれ、どっからほなら行くんかな。本日はオープン更新電車に出席電池計画会ご来場くださいませ。僕は買うつもりはないですけど、あれ、本日の現地計画会にご購入いただけるそうでごゆっくりと座って見て体感して、どうぞ年間予約席の購入をご検討ください。あの黄色いやつが買える席らしいです。お客様にお願いいたします。前の方全然空いてない。
のレフトライトで見たいかな。すごいな。帰るらしいですよ。この黄色いところ帰るらしいですよ。黄色いところ。あ、いいやん。黄色いところは帰るらしいですね。黄色いところね。30万円。通り抜けできませんが今日はできます。あの上の方の黄色いのがかかってる席が購入可能だそうです。せっかくので SMBC 座ってみましょうか。なかなか座れないんでね普段ね。こっちにタイガースの選手たちがいるんですね。座れないですね、ここね。2軍の試合とかオープン戦やったらね。濃いですね、ここ。濃いね、ここ。濃いですね、ここ。ここの特等席中の特等席ですね。前に誰もいないからね。ほら。近いしま。
36枚です。はい、こっち、うわーすごい、マイン、あの席購入可能、36万、こんな感じです。これはアルプスです。僕がよく来るアルプス席ですね。アルプスはあれやね、あれ？あ、なるほど。ライト、ライト、よし、お、制約済みやね、すごいな、売れてますやんか、すごいな、なるほどね、わあすごい、いい席です、素晴らしい席、この席空いてます、この席、よいしょよいしょ、はい、この席、この席、はい、お、すごい、見やすい、あ、見やすいね、バックスクリーンか、バックスクリーンが
歩いてると何が起こってるか全く分かりませんね。これがもうレフトですね。あります、授乳室。すごいな。最近2度目。ここまで行くの最近。糸井2度目。糸井すごいな。楽しいね。これバックスクリーンの下です。バックスクリーンの下ね。何度も言うけど。全くゲームは分かりません。試合展開は分かりませんが、まあ子供ね途中で飽きるんでね、子供に限らず野球にそんなに興味のない人は飽きるんでね、こういうところもあってもいいですね。レフトやったら何歩やったかな。
リーフか。ここ普段通れないもんね、俺らね。もうこういう時じゃないと歩けないからね、ここね。いや、千里切石工事中です。また快適になるんでしょうね、きっとね。まあ、こういう席でも何気にここにビール置けるんでね、ここにビール置けるんでね、結構、まあ快適とまでは言わないまでも、まあ便利は良かったりするんですけどね。お帰りの際は矢印の方向、